ちは内弁慶な麦のチャンネルにようこそ。電車待ち中、今日は初めて行く公園での様子です。イヤホー。電車に乗る時も吠えることなくおとなしい麦。やってきたのは大きな公園。ここは芝生がたくさんでワンちゃん OK のカフェもあるみたいです。残念ながら今回はカフェに行く時間はないのですが、たくさん麦と走りたいと思います。初めての場所はいつもと違う匂いがしていい経験になりそう。野球をやっていたので夫に付き合わされている麦。暇そう。実はボールを持ってきました。家の中だと喜んで追いかけて遊ぶから、外でやるともっと楽しいんじゃないかと思って持ってきました。全然遊ばんやん。こんなはずでは。水分補給はこまめに。100均で買った水入れが結構使える。実はこの公園、竹林もあるんです。竹は初めての麦を。早く先に行きたくて引っ張ってる。落ち葉もたくさんあっていつもと違う足裏の感覚。初めて来た公園でしたが、いつもの散歩では感じられない自然を感じられて、麦も楽しそうでした。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。